バイオフォートニクスは生物学とフォトニクスの組み合わせを意味する。フォトニクスとは、光子、量子単位の光の生成、操作、検出の科学技術である。フォトニクスは電子工学や光子と関係がある。光子は電子工学で電子が行うようなようなことを光ファイバーなどの情報技術において行い、中心的な役割を果たす。バイオフォトニクスは生体分子、細胞、 組織の研究に対する工学技術、特にイメージングの開発及び応用とも言える。バイオフォトニクスを構成する工学技術を用いる主な利点の一つは調査する生体細胞を完全な状態で保存できることである。それゆえ、バイオフォトニクスは生物学的なものと講師の相互作用を扱うすべての技術の確立した一般用語となっている。これは 生体分子、細胞、組織、生物及び生体材料からの放射、検出、吸収、反射、収縮、発光生成を指す。応用領域は生命科学、医学、農学、環境学である。電気と電子工学の違いと同様に、主にエネルギーを伝えるために光を用いる治療や手術などの分野と物質を例気して、 情報をオペレーターに返すという光を用いる診断などの分野には違いがある。ほとんどの場合、バイオフォートニクスは校舎の応用を指す。人間の皮膚を通る光の浸透深度バイオフォートニクスは電磁放射と生態物質の相互作用を含む学際的な分野である。近年では流体、細胞、組織と関係する。 臨床診断及び治療のための新たな応用を創出している。これらの進歩により、科学者や医者は、血管や血液に関する優れた非侵襲的な診断、及び皮膚病変のより良い検査のための道具の使用が可能になっている。新たな診断道具に加え、バイオフォートニクス研究の進歩により、新たな高熱、効力学、組織療法がもたらされている。 蛍光共鳴エネルギー移動は2つの励気された、蛍光弾がエネルギーを一方から一方へ、非放射的に渡す過程に対して与えられた用語である。これらの蛍光体の励気を注意深く選択して、発光を検出することにより、フレットはバイオフォートニクスの分野で最も広く使われる技術の一つとなり、科学者に対して細胞化の環境を調べる機会を与えている。 バイオフルオレッセンスは本質的に蛍光タンパク質もしくは目標のバイオマーカーに共有結合した合成蛍光分子による紫外線、可視光の吸収とより低いエネルギー順位での講師の続けて起こる発光を記述する。バイオマーカーは指標分子、疾患、苦痛であり、XB 母で組織資料を顕微鏡で調べることや血液、尿、汗、唾液、 感出液、防水、炭などのインビトロで調べることで生体内の全身を監視している。刺激光は電子を冷気し、エネルギーを不安定な順位に上昇させる。この不安定性は不利であり、冷気された電子は不安定になるとすぐに安定状態に戻る。安定した、規定状態に戻るときに起こる冷気と再発光の間の時間遅延は、 再放出された光子を異なる色にするで安定性を保持し発光時間が長くなり結果として刺激光源が取り除かれてからもずっと長く暗闇の中で輝き続ける効果が生じる主に使われる光源はビーム光である LED やスーパールミネッセントダイオードも重要な役割を果たすバイオフォートニクスで使われる典型的な波長は600 ナノメートルから3000ナノメートルである。レーザーはバイオフォートニクスにおいて、ますます重要な役割を果たしてきている。正確な波長選択、最も広い波長範囲、最も高い収束性とそれによる最高のスペクトル分解能、強い出力密度、広範囲の冷気時間のようなそれぞれ固有の特性により、幅広い用途のための最も普遍的な光ツールとなっている。 結果として多くのサプライヤーから出ている様々な異なるレーザー技術を市場で見ることができる。ガスレーザーバイオフォートニクスの用途で使われる主要なガスレーザー及び重要な波長は以下の通りに酸化炭素、一酸化炭素、窒素、酸素、キセノンイオン、液マ、金属蒸気レーザーのような他の市販のガスレーザーはバイオフォートニクスにおいてはあまり重要ではない。 バイオフォートニクスにおけるガスレーザーの主な利点は固定波長、完全なビーム質、低い線幅、高コヒーレンスである。アルゴンイオンレーザーはマルチラインモードでも動作する。主な欠点は高い電力消費、ファン冷却による機械的ノイズの発生、限られたレーザー出力である。主なサプライヤーにはコヒレント、CB、メルジョグリオ、ジャドス、ラッス、 LTB、ニューポート、スペクトラフィジックスがある。ダイオードレーザーバイオフォトニクスで、ダイオードレーザーに使われる最も一般的な、集積レーザーダイオードは、GAN もしくは、ガス半導体材料のどちらかに基づく。GAN は375から488ナノメートルの波長スペクトルをカバーし、ガスは635ナノメートルからの波長スペクトルをカバーする。 バイオフォートニクスでのダイオードレーザーの最も一般的に使われる波長は375、405、445 40、473、488 47、515 48、640、643、660 64、675、785ナノメートルであるレーザーダイオードは4つのクラスで使用できるバイオフォトニクス用途では 最も一般的に使用されるレーザーダイオードは単一横モードであり、ほぼ完全な点レーデービーム質に最適化することができるエッジエミッタリジドーハロダイオードである。共振器のサイズが小さいためデジタル変調は非常に高速になる。コヒーレンス長が短く一般的な線幅はナノメートル範囲になる。通常の出力レベルは約100メートル W である。 主なサプライヤーは、コヒレント、メルズグリオ、オミクロン、トップテカ、ジャドス、ニューポート、オクシャス、パワーテクノロジーである。格子安定化ダイオードレーザーは、リソグラフィー組み込み格子、または外部格子のいずれかを有する。結果として、コヒーレンス長は、数メートルの範囲に増加するが、線幅は PM より下にずっと下がる。この特性を用いるバイオフォートニクス応用には、 ラマン分光法や分光ガスセンシングがある。固体レーザー固体レーザーは、レアアースもしくは、繊維金属イオンで、ドープされた結晶、またはガラスなどの固体利得媒質に基づくレーザー、もしくは、半導体レーザーである。イオンドープ固体レーザーは、バルクレーザー、ファイバレーザー、他の種の同波間レーザーの形式で作ることができる。固体レーザーは、数ミリワットから数キロワットの出力電力を、 生成することがある。ファイバレーザピコ秒レーザ、超高速レーザウルトラクロームレーザバイオフォトニクスにおける多くの高度な応用では、複数波長で個別に選択可能な光が必要になる。その結果、一連の新しいレーザ技術が導入され、現在は正確な表現が求められている。最も一般的に使われる用語は、広いスペクトルにわたる可視光を同時に放出する。 超連続レーザーである。この光はフィルター交換リングされる。例えば音響工学編長期を介して一つもしくは最大八つの異なる波長に変換する。この技術への一般的なサプライヤーは NKT Photonics やフィニアムである。近年 NKT Photonics がフィニアムを買収し、市場における超連続技術の主要サプライヤーとして残った。別のアプローチでは 超連続は赤外線で生成され、その後単一の選択可能な波長で可視領域に変換される。このアプローチではエイトフが必要なく背景なしのスペクトル純度がある。二つの概念が共にバイオフォートニクスにとって重要であるので総称としてウルトラクロームレーザーがしばしば用いられる。オポススウェプトソーススウェプトソースは放出された光の周波数を 時間的に連続変化させるように設計されている。典型的にはあらかじめ定義された周波数範囲を連続的に巡回する。テラヘルツ範囲のスウェプトソースは実証されている。バイオフォートニクスでのスウェプトソースの典型的な応用は光コヒーレンストモグラフィーである。テラヘルツ源単一光子源は単一粒子や光子を光として放出するもので、コヒーレント光源及び 熱高原とは異なる新たな種類の高原である。ありがとうございます。